うまそうじゃないっすか。いってきます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうもミスター京都アキラです。はい、本日は京都の節目で非常に有名な精肉店、伊賀屋さんの直営の焼肉店の方に向かわせていただきます。本日そちらのお店ですね、ただいますごい美味しそうな、お弁当を揃えられているということで今から向かわせていただきます。僕も初潜入なんで非常に楽しみです。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレスゴー、行ってきます。はい、ということでやってきましたよ。こちらは、伏見の師団街道ですね。あっち行ったら、墨染めですね。ほんでこっち行ったら富士の森、ほんでこちらにねお肉の名店徳産松坂牛、はい、井川さん、あるんですけども、駐車場もねこの奥にあります。はい、今日はねこちらの焼肉弁当のご紹介ということでやってきました。はい、お肉の名店です。もう精肉もたくさん中に売ってます。はい、でこちらは横が焼肉どころ。はい、そしたら焼肉どころ花江さん行きます。今日はこちらで実食させていただきます。よし、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、あ、お店も綺麗やわ。こちら買うんだな。ほんでこんな感じで個室になってまして、はい、今日はね試食なんで焼肉ではないですけども、おお、いいですね。庭園風になってますね。これここで食べたらうまいね、これ。よし、こういう感じのお店です。見てください、店長さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。男前ですね。ムキムキでそこだけですね、この言葉。いえいえ、見てください、肉もねこれ松坂牛ですね。これほんで注文が入ったらこういう形で焼き上げて、ほんでお弁当にされるっていうことですね。はい、そうです。いや、うまそう。うわ、タレも結構こだわってて。ああ、そうなんですか。まあ、味噌ベースなんですけど、はい、結構なんかいろんな野菜とかも飛び込んでる感じですね。そうですね、いろいろ入れてますよね。結構しっかりした味付けなんですけど、うまそうや、いい香りしてますわ。はい、ということで本日は、伏見の精肉店さんです。松坂牛を取り扱いされている、非常に人気店ですけども、そちらの精肉店さんの直営店の、焼肉屋さん、かなえさんというところに、お伺いさせていただきました。ほんで本日はそちらのかなえさんのですね、テイクアウト弁当ですね、今目の前で焼き上げられて作っていただいたんですけども、非常に美味しそうです。で、ちょっとね詳しい内容は今から店長さんと会話しながらご紹介させていただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで来ました。こちらがかなえさんのテイクアウト弁当ですね。はい、そうです。料金はおいくらぐらい？料金は税込み1600円。1600円。ほんで、購入は事前に予約した方がいいですかね？事前でも結構ですし、5時以降でしたらお店電話してもらったらそれで予約受け付けます。昼間は事前の方ですね。でもね、そうです ね。了解しました。ほんで今日はこちらのね松坂牛を使った弁当の方を試食させていただきますけども、でこちらが美味しいハムということです。これは何なんですか？これうち肉屋やってるんですけど、はい、自社で製造してる、まあ、一から全部作ってるハムなんですけど、まあ、戦国ハムって言って、まあ、それがグループ会社の一番上にはなるんですけど、
そこの手作りのハムです。これは表の精肉店で、はい、買えます。買えるということですね。いや、いいじゃないですか。うまそうですね。ということでこちらの焼肉弁当いただいていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、こちらの美味しそうな戦国ハムですね。これはね、これがなんと1000円で販売されているということですよ。安いですね。はい、ごっついハムじゃないですか。美味しそうです。でこちらが今焼き上げたての、お肉、焼肉弁当ですね。いただいていきますよ。お肉もね、たくさん乗ってますよ。これ美味しそうじゃないですか。見るからに、もう脂の乗り方が全然違いますね。でまた横についてるキムチが嬉しい。はい、まずはじめにこちらの戦国ハム、これごっついね。これこれあの大きいのから何キロぐらい取れるんですかね。これこれ大体300入ってるんで、ね、10枚から12枚ぐらいはね、十分ですよね。見てください、脂身も少なくてほんまにヘルシーな感じでね、美味しそうですよ。じゃあいただきます。始め。うん、うわむっちゃうまいですね。これこんなジューシーなハムをいただいたの初めてですね。なんかねすごい周りにもう肉汁がしっかりね縛りついてる感じの美味しいハムですよ。ほんであっさりしてるんで、もう何枚でもいただきますね。これ一人で食べますよ。はい、うん、これはねご飯のあてにもビールのあてにも持ってこいやと思いますんで、ぜひね店頭で販売されてますんでお買い求めいただきたいと思います。じゃあ焼肉弁当食らっていきます。そしたらね、こちらの焼肉弁当、うまそうじゃないですか。ちょっとした贅沢ですよ。はい、今目の前で焼いてもらいましたよ。よし、いただきます。うわ柔らかい。もう口に入れた瞬間ね溶けましたよ。ほんでさっき店長が言うてはった通りですね、あのタレがねすごい味噌の味が濃厚ですわ。はい、このね濃厚なタレがね香ばしく焼き上げられてる肉と合わさってむちゃくちゃうまい。弁当でねこの松坂牛をいただけるっていうのは本当非常にねありがたいですよ。しかも焼肉屋さんの本格的なお肉になってますんで、たまりません。うん、うわー、まあ、このまったりしたね肉の脂とタレがねこのお米に絡みついて非常に美味しい。店長、はい、米もうまいですね。実は米もこだわりがあって、はい、あのうちの社長が大の米好きで、はい、新潟県のコシヒカリ、うん、自分で買いに行って、なるほど、米を使ってコシヒカリを使用されてるということですね。もう肉 もう日本一の肉ですね、松坂で。この米も日本一の米ということで、ダブルがミックスされて本当に美味しいお弁当に仕上がってますんで、最後です。ランチの時は予約してください。で夜はあの売ってるんですね。はい、電話で言ってもらって、とりあえずもうどっちにしても電話で確認していただいた方がいいですね。はい、そちらは、ね、すぐ焼きたてをいただきますので。ほんであのハムとかはネット販売もされてるんですか。ネット販売できますね。自社のホームページから買えるんですけど、はい、やっぱ店頭見せて買ってもらった方がちょっと安いです、はい、ああそうなんですか、はい、ということですね。お店も横に駐車場あるんで、ぜひあの店頭で買っていただいても結構ですし、ホームページから、購入していただいても結構かと思いますんで、皆さんまたね下の概要欄の方に URL 貼らせていただきますんで、ぜひお買い求めいただきたいと思います。いや最高の焼肉弁当を食べていきます。ありがとうございました。ということで美味しくいただきました。むちゃくちゃ最高の弁当でした。皆さんぜひお買い求めください。
いや、くじが幸せです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はね、伊賀屋さんの直営の焼肉店かなえさんのお弁当をいただいてきましたけど、いやうまかったですね。持って帰ってプロデューサーに食わしたらね、もうむちゃくちゃうまいって大興奮しましたよ。はい、皆さんよかったらね、買いに行ってください。お店は5時から開いてますんで、連絡なくても行けると思うんですけども、とりあえずまあ連絡していただいた方が、手っ取り早く、引き取れると思いますんで、皆さんぜひ美味しい松坂牛の弁当を食らってみてください。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。うまかった。